12レース3号艇の増田圭司選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。小島は昨年の8月以来ということになりました。今回は2連対率 47% で優勝2回のエンジンを手にされたんですが、近況ちょっと下降気味なのが気になるんですが、ご自身の感触としてはいかがでしたか？そうですね、正直ものすごく期待外れでした。はい、はい、数字はあるけれどここ2、3節ですかね、ちょっとみんな苦労してるんですが、乗った体感としては何が違いますか？はい、そうですね、力強さも感じなかったし、はい、回った後もすごい重たいだけで進んでる感じがなくてですね、はい、うん、まあ、直線で下がることはないんですけど、はい、レース足には不安はありました。はい、この特訓の段階では前回の堀之内選手の状態からは調整されていかれたんですか？いや、もうとりあえず行ってみようと思って、とりあえず、はい、堀之内さんのまんま行ってみました。はい、行ってみてそのような症状が見られたので履歴を確認して何かしようかなと。そうですね、はい、はい、もともとが優勝2回ありますから、エンジン的にはいいところを戻ってくるかもしれませんもんね。そうですね、なんとか少しでも、はい、はい、その状態に戻せたらいいなと思ってます。はい、そこを目指して一つ一つの作業、はい、ということになりますね。そうですね、はい、はい、小島では優勝3回ということですから、はい、得意紙面のうちの一つかなと思うんですが、ご自身ではいかがですか？そうですね、いいエンジン引いたときは結果が出てるので、はい、今回も少しでもいい結果が出せるように頑張りたいなと思ってます。はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一節間気合で走ります。応援お願いします。